さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんバイク乗ってますか？バイク乗らんで何の人生か、私がもう人です。そして皆さんこんにちは、バイクの楽しさ無限大、岸田亜美です。はい、ということでございまして、はい、いい天気、いい天気ですね。ねえ、はい、本当にこういう時やっぱバイクで出かけたいですな。出かけたいですね。でもね、いろんなバイクありますから。そうですね、それを見に来るのはバイク屋さん、はい、バイクショップへゴーということで、はい、バイクショップへゴーとはディーラーに行くのに興味があるんだけど敷居が高いと感じている方や、行きたいと思っているのに初めてだから躊躇しているあなたの代わりにお店へ伺い、バイクショップの魅力を紹介する企画です。今回2人がやってきたのは市川市にリニューアルオープンしたハーレーダビッドソングッドウッドです。近所といえば日系コルトンプラザとかですね、まあなんかそういう大型なところに挟まれている住宅街というイメージが強いです。またね、今日はもうやっぱ当然のようにですよ、もうグッドウッドさんのっていう話になれば試乗車がいっぱいある。お、じゃあ今日も乗れるのかな、私たちも。乗っちゃいましょうよ。じゃあぜひお願いします。はい、ということでこの後しっかりと店内を見ながら試乗もしてみたいと思います。はい、じゃあ中へ行きましょう。はい、どうぞ。あら、あれあれハーレーダビッドソン、グッドグッド。市川ですね。うわ、やっぱすごいね。新しいの出てるね。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。お邪魔しております。今回、お店を紹介していただくのは、店長の結城さんです。ね、やっぱりさすがにグッドウッドグループです。そうですね。もうなんかスツールとかテーブルとかみんなあとハーレーデイビッドソンですよ。うん、ヘイデイビッドソン、デイビッドソンですよ。本当にね、もうすべて統一されて、うん、デザインもパチッと決まっております。はい、そうです。でも本当にこう、うん、お店ってリニューアルしたのはいつなんですか？6月9日からグランドオープンしまして、うん、またロックの日に、ロックの日ですね。はい、本当ですね、なんか狙って、はい、狙いました。おお、さすが。いや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 、本当にでもね、うん、本当になんでしょうね、俺もよくね、そのバンドやってたりすると、まあ、人さんは当然ロッカーなんだからハーレー乗ってるでしょぐらいの言われるんですけど、うん、それぐらいね、うん、イメージは近いものがあります。あ、近しいものがありますよね。ロックミュージックとハーレー出るとさ、もう絶対もう離れられないみたいな状態のところが結構ありますからね、うんうん、だからやっぱりね、日にちもバシッと決めて、ね、はい、来たわけですね。今いつかここでライブをできるかなっていうぐらい、うん、でも本来ライブハウスぐらいな感じのイメージですからね、うん、むしろライブハウスより全然広いんじゃないですか。高さもあるし、バッチリです、バッチリです。真人さんもね、うん、ぜひいつかね、うん、まあ、そんな予定言ってますけれど、はい、なんかね、やっぱりなんていうんですかね、こうずいぶん前の店とはイメージが変わったっていうか、うん、そうですね、前のお店は、まあ、ちょっとこじんまりしてまして、うん、はいはい、でサービスのファクトリーともちょっと別だったりするんですけれども、うん、今回は2つは統一して1つの店舗で、うん、だってないじゃん。ないですよ、全部お店よ。そうですね、ここ、はい、そうですね、見渡す限りだとない、はあ、実は外からですね、エレベーターでアクセスして2階に上がって、で、うん、2階がサービスファクトリーです。2階が、はい、2階がすごいね、山田がそれだけね、お客様を広いスペースでお迎えしようっていう形ですよね、うん、そうですね、もうしっかりもう迎え入れる準備ができてますね。プラスね、今までだったら別だった、うん、そのファクトリーも、うん、まあ、同じ建物内にあれば、まあ、はい、見に行くこともできますもんね、すぐに。そうですね、
ね、まあ、お客様が中に入るわけじゃないでしょうけどね。あ、そうですね、はい、でもなんでしょう、普通であればもっとぎっちりバイクって冷たいじゃないですか、うん、そうですね、はい、余裕ですもんね。そうですね、ちょっと余裕を持って一台一台ゆっくり見れるようなレイアウトにちょっと心がけておりますね、うん、ゆとりが、ね、たくさんありますよね。でもこんだけのものがね、6月9日にオープンしました、うん、その時はだいぶ人たくさん来たんだ。もう大勢の方にご来店してくださりまして、うん、おお、はい、100名以上ちょっと来られまして、そうですね、盛り上がりましたね。あ、はい、でも ね、今までのね、やっぱりお客様のその、うん、なんて言うんだろうな、ずっとつながってきた縁とかもやっぱり、そうですね、もう本当に皆様のご愛顧のおかげでっていうのはあると思います、うん、なるほどね、はい、でもどうですかお客さんの反応は、うん、反応はそうですね、おかげさまでもうすごい好評で、うん、はい、でまあ来ていただいても、うん、今までは工場が向こうでとか、はい、ショールームはこっちで、うん、なかなか喋る機会なかったお客様とかもいらっしゃったんですけども、うん、はいはい、今回はもううちの方に来てもらえれば、うん、もうすべて営業と、もう話せますし、メカニックとも話せますし、すごい使いやすくなったねっていう言葉をいただいたのですね。本当にね、はい、本当にだってバイク、うん、ファクトリーでアパレル、そうですね、アパレルも充実してますね。うん、本当にね、このお店だけで本当完結しちゃいますよね。いやもう大変ですよ、自社にライバルがいますから。あ、そうだ、はい、はい、ちょっとエリアは別ですけど、別ですけどね、はい、もう競合ですよもう大変大変ね。でもね、うん、言ってしまえばサービスに関して言うならば負けてはいないということです。負けてませんね、ね、はい、後出しじゃんけんですから負けるわけにはいかないんですよ、うん、はい、でもその状態で、うん、ね、はい、まあ、やっぱり試乗車もたくさんあるわけです。まあ、大体こうバイクっていうのは全体的にお店で売ってるやつで何台ぐらい多いんですか、常時。常時、そうですね、やっぱり15台ぐらいは、うん、ショールームの方には置いてありますね、うん、で、試乗車が大体、試乗車が 3,4 台ご用意して、3,4 台です、はいはい、3,4 台で3か4かってこれ結構大きいです、ね、3か 4かな、4かな、3かなでもね、本当に試乗車って、はい、結構ね並べとくのスペース取るんですよ。ああ、確かに、そう、そうですよね、維持してなあかんし、うんうん、いろいろお客さんのね、一人一人にちゃんと対応して、うん、この試乗コースはここですよ言うて話して、はい、いろいろやる、安心して乗ってもらう、うん、そのコースの選定から何から全部やってますから、ね、やってます、大変ですよ。でもやっぱりそのコース選定とかも自分で見に行ったりとかして、そうですね、やっぱり前のお店でも、うん、まあ、1.5 キロしか離れてなかったので、はい、ここら辺の地理は分かってるので、うん、やっぱりここら辺がいいかなとか思いながら、うん、夜な夜な走りながら選定はして、でもさ、エルちゃん、はい、こんだけ俺らが言って、うん、乗れるんですよ、乗れるんですよ、ね、まあ、言いましたね、ちょっと言うて言うて、はい、わかりました。今日私たちも車両に乗りたいんですけれども、はい、何かありますでしょうか。はい、おすすめの試乗車をご用意しております。おお、その試乗車とは、試乗車とは CM の後でさあ、それでは発表をお願いします。はい、はい、スポーツスターの48、うん、またソフテールブレイクアウト、うん、あとはツアーラウンドですね、ロードキング、この3種類になります。来ましたね、はい、さあではしっかりと乗ってみたいと思います、はい、意外とたっぷりでしたね。そうですね、たっぷりと乗せていただきます、うん、ありがとうございました、なんかこうやって住宅がいっぱいあると、うん、はい、そんなにこう心地よく走れないんじゃないかと、意外とちゃんと走れます。あ、そうでしたか、よかった、よかった、そうですね、うん、結構距離も長く乗れたのかなと思うんですけれども、私今回最初にですね、はい、48に乗りまして、うん、なんか見た目から言うと、なんか最近流行りのなんかちょっとクラシカルな、なんていうの、ちょっとレトロっぽい感じが
したんですけれども、はい、あの結構後ろにこうなんていうんですか、くの字って言えばいいのかな、車道の時にこう、はいはい、くの字になって、はい、結構足のフットブレーキとかは結構前にこう出してこういうスタイルで乗る感じだったので、はい、あどうなのかなと思ったんですけども、うん、でもすごい非常に楽しい一台でした。 ありがとうございます、うん、結構足つきもいいですし、です、ね、女性の方なんかも結構乗りやすいかもしれないですね、はい、足つきすっごい良かったです、はい、あのうん、お店出た時に、はい、結構あの両足ついてベタベタって出ちゃったんですけれども、それでも結構膝に余裕があるぐらい足つきが良かったの で、ね、非常に安心感がありました。やっぱり女性に人気ですか、この車両は。そうですね、女性にスポーツスター自体が、うん、ハーレンの中では軽いモデルなので、うんうん、まあ、うん、初めてのハーレーということでスポーツカー選ばれる方が結構多いですね。やっぱり大きい排気量じゃないですか、うん、ね、はい、なのでやっぱり一発一発の爆発の感じがつかめれるでしょ、うん、そうですね、バン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 って下から突き上げてくるような独特のその鼓動感っていうんですか、うんうんうん、はい、やっぱそれがでも逆にこうハーレー独特の良さだったり、うん、あと信号待ちの時に、はい、まあ、あんまやっちゃいけないのかもしれないんですけど、こうちょっとふかしてみるとそれがこう動くところとかをちょっと見て楽しんでました今日は。ね、本当に体感できますよね、はい、ドロドロドロってバランス感ですかね、はい、楽しかった、はい、続いてはソフテイルファミリーブレイクアウトの感想を聞いてみましょう。リアタイヤがすごく太い、うん、そうですね、240ありますので、そうですね、うん、なんですか、240ってだいたいサバ1匹分ぐらいでも多分それピンときますよね。でしょでしょ、きますね、サバ1匹分ぐらいの幅なんですよのタイヤ、そう、幅のタイヤ、わかる、うん、縦にしたらあかんよ、横にベント置いた時の幅ぐらいの幅ですけど、うんうん、相当太いですもんね、240って、ね、太いですね、はい、だから後ろから見るともうタイヤが走ってるみたいな、うん、そう、本当にそんな感じなんですけど、でもそれこそ、はい、あれもザ・ワルな感じでしょう。そうですね、そうですね、はい、あとやっぱり同じエンジンだったんですけど、あのパワーがすごく強いとか、トルクっていうんですかね、トルク感がすごいあったので、もう一速でも結構進む感じがすごいパワフルですよね。そうですね、あれはもう114キュービックインチと言いまして、はい、もう 1868cc あるので、はい、もうパルス感が、うん、もうボッとひねると、はい、ドドドッと押し出す力がすごいですね。はい、はい、もうあれがまた楽しかったり、うん、そう、まあ、あれが楽しくなったらもう一丁前ですよ。一丁前ですか、一丁前ですよ。おーってすっきりした形なんですよ、見た目はね、全体的に、うん、あの悪悪って言ってましたけど、うん、なんでそう悪な感じになるかというと、乗ってる人もねちょっと低めに構えるんですよ。あ、ちょっとやっぱり、うん、そうなんです、うん、低めに構えた時にでも、はい、普通であれば邪魔なのがメーターなんですよ。あー、そっか、視界にちょっと入ってきちゃう、入ってきて、うん、視界が蹴られるんやけど、はい、ブレイクアウトはここのトップブリッジのところに、はい、ね、そうですね、チェックマット待って、そうですね、はい、あのデジタルにそう止まってましたね。そうです、今のオートバイ、うん、音良くなりましたもんね。そうですね、もうユーロ規制の状態に入ってきているので、うん、はい、もう変えな、あの、変え、まあね、大きい音に変えたいなんていう人もいましたけども、はい、うん、大体皆さんそれで乗られても楽しんでるんですね、うんうん、はい、続いてクラシックなデザインと最新の技術が融合されたロードキングです。これがまた、うん、俺ロードキングってこんなに動いたっけっていうぐらいよう動くようになりました。新しいエンジンになりまして、ロードキング8っていう新しいエンジンになりましたけども、うん、やっぱりパワーもありまして、うんうん、足回りもしっかりしましたので、うんうん、もうスポーツ走行も意のままのようなツーリングになってますね、はい、スポーツ走行じゃん、あの何で本当にツアラーというかいやもうザ・ツアラーですよ、うん、もう本当にだもうアメリカ大陸をもう悠々とキングですからね、はい、道の王、そうですどう王ですどう王ね、威風堂々とゆったりとアメリカ大陸をオープンロードでもハイウェイでもドーッと我が道を行く形で走っていくね、で昔はそのロードキングは
でかくて重かったんです、イメージが、うんうん、だからどんな状況が来ても、はい、もう意に介さず全て押しつぶしていくっていう、イメージがそのままね、違うもんね、開けりゃ開けただけパワーが取り出せて、うん、で、あのやっぱりね、あのいわゆるアメリカンスタイルのオートバイってリアブレーキがよく効くんですよ、うんうん、重量配分的にもフロントも当然使えるんやけど、でもリアブレーキをクッと入れて挙動の最初を作るとクッパッってすごいんですよ。一辺制御してやった状態からパーンと解き放った時の、はい、あのミルウォーキーの弾け方はすごいですよ。あの重量って結構変わった、重量はそうですね、あのそんなにあの以前のモデルも変わってないんですけれども、はい、やっぱりエンジンのパワーが上がってるので、うん、あの軽く感じるかもしれないですね、はい、あとなんか音がちゃんとついてくる、うんうん、音がついてくる、ノーマルマフラーでも音がちゃんとついてきてくる、うんうん、気持ちを高揚感をね、うん、演出してくれる音がちゃんときっちり自分と同じ速度でついてきてくれる、うんうん、感覚を追い越しもしないし遅れもしない、うん、動くのもそう、パワーの取り出し方もそう、でも自分と自分の思ったように動いてくれることができるツアーラー。ハーレーは直線道路をドロドロ行くもんなんでしょっていう感覚ではないんですよね。そうですね、今となってはもう、うん、こうスポーティーなこうあの峠なんかも、うん、まあ、楽しく行けるようになりましたし、うん、足回りもしっかりしてますし、うん、あのいろんなシチュエーションに対応できるような、うん、あのバイクになったかと。はい、本当にあと、クラッチがびっくりするぐらい軽くなりました。あ、確かに、うん、クラッチ軽くなりましたね。女性が選んでも、はい、ファーストバイクとして選んでも、うん、全然問題がない、ね、うん、しかも、はい、そのいわゆるゴリッとした感じの、はい、ブレイクアウトみたいなのもあれば、はい、すごくこうおしゃれな、うん、ね、カラーリングとかペイントで、はい、ハーレーって全然イメージ変わるじゃないですか。変わりますね、はい、もう本当にキュートな1台に仕上がったやつとか、うん、それってなんかカスタムとかもできるんですか、はい、例えば自分カスタムもできますね、好みの色とか、はい、そういう要望も答えていただけるんですか。そういう要望も、まあ、ペイントもできますし、うん、あとハーレーからですね、あのペイント の、 あのタンクとかフェンダーとかも、うん、あの出てたりとかするので、そういうのに乾燥してもらえる、そんな楽しみ方もありますね、はい、そんな内緒話ができるエリアもちゃんとお店のところに、はい、ね、あのね、普通だったらテーブルがダーンってあってみんな一緒のところ、そうですね、違う、人、顧客ずつ、顧客ずつ、あのこれから先も店長やっぱりあのイベントごととか等々はやるんですよ ね、 そうですね、あの定期的に、うん、あの開催したいと思いますし、あとはあの毎月ですね、いろんなフェアも、はい、あのそうですね、あのちょっと購入を考えている方なんかのお得なフェアも、うん、ちょっとあのやっていこうかと思いますので、はい、あのそうですね、SNS とか、はいはいはい、Facebook とか、はいはいはい、ブログで確認してもらえれば嬉しいかなと。すごい、もうあれですか、じゃあ店頭に来なくても、はい、その、ウェブ上である程度は分かるってことですか。ウェブ上である程度情報発信してます。でもやっぱり店頭来ると何かありますよね、はい、そうですね、はい、いいですか、今回の企画バイクショップ GO、ゴール、ゴール3回言わせそうですよ、はい、ね、ぜひとも来ていただきたいと思います、うん、お店の情報はホームページなどでご確認ください。さあ、ということでございまして、うん、スタッフの皆さん勢ぞろいです。一軒目の別品さんばっかりでしょ、ね、うん、これなんか若い人たちが多いのが嬉しいですよね、うん、ということでございます。あので、あと店長なんかまだまだ他にも話したいことあるんですか、はい、うん、あ、そうですね、常時ですね、あのカスタム車をあのご用意しておりまして、今日はこの3台を用意してるんですけれども、うんうん、あの八八さんアイアン 1200CX ロードスター、はい、こちらも八八さんアイアンのカスタムで、うん、であのホイールを変えたりとか、ほう、はい、あのタンクアップして、はい、あのハンドルを変えてみたりとか、ハンドルがちょっと短くなる、そうですね、これなんかはもともとロードスタイルと走りを意識したバイクなんですけども、ちょっと今流行りのスクランブラータイプに、うん、はい、カスタムしております。ブロックタイヤ測ってました、うん、はい、もう友達の大森君みたいな涙流しますもうこれであれレースでジャーンですよ、こんなだって
ほらもうこれで行ったらフラットトラックバッチリでしょ。この車両でフラットトラック走れるんですか。いやまあどれでも走れると言えば走れますけど、これやったら相当いけると思いますよ、ね、このねタイヤがやっぱ変わってるのね。いやでもね、うん、ブロックパターンってなかなかないですよね。そうですね、初めて見ました。いろいろちょっとうちの工場長渾身の一台なので、いや、はい、こちらですね。そうですね、もともとの素性を生かした形ですけどね、うんうん、でも本当にアイアンだって全然キャラクター変わります。そうですね、カスタムの仕方で全然変わっちゃうので、うん、あの100人いたら100通りのちょっとカスタムがあるとは思うんですけれども、うん、まあそれのお手伝いも、あのカスタムのお手伝いもうちに。でも高いんでしょ、これの辺とかだからなんか250万円とかそんなにしないですね。そんなにしないんですか。お買い求めしやすい値段設定をしておりますので発表は店頭で、はい、店頭でね。でもね、本当に驚きのプライスですね、うん、あ、それぐらいなんだっていう感じがしますね、はい、ということですけど、まあ、当然あのスポーツツアーばっかりなんですよね。いや、違いますよ違うんです、はい、今回はちょっとスポーツツアーに、はい、焦点を当ててカスタムさせていただいたので、うん、はい、もう常時あのソフテールとか、うん、ツアーラーとか、うん、しっかりあのカスタムして、うん、あの楽しいちょっとあの車両を作っておりますので、うん、ぜひ皆さん見に来てくださいと。夢が広がりますね。そうですね、うん、女子が見てもちょっとグッとくるでしょ。そうですね、やっぱあのカラーリングとか変わるとかなり印象に変わってくるので、カラーで楽しむっていうのもすごくいいですよね。いいですね、うん、本当に、はい、どうですか皆さん、まあ、いやいや、ちょっとエッチボイスな感じで言ってみようかなと思っただけなので、はい、でもね、やっぱりこうやってね、あのユーザー目線でいろんなことをユーザーと一緒に考えてくれる、はい、素晴らしいことです。でもね、はい、名前が何でしたっけね、うん、教えていただきましょう。こちらのお名前は何ですか。はい、ハーレーダビッドソン、グッドウッド、皆さんお待ちしております。はい、ということです。皆さんぜひお越しください。ハーレーダビッドソン、グッドウッドは月曜日が定休日、営業時間はご覧の通りです。詳しくはホームページでご確認ください。月間プレゼントのお知らせです。こだわりの時計を生み出すケンテックスより自衛隊時計のスタンダード、ご覧の JSDF スタンダードを1名様にプレゼント。宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。